はい、皆さんこんにちは、こんばんは、丸中盆栽です。はい、今回はこれですよ。これはい、そんなわけでね、これはね、こなしと梅もどきなんだけどね、この2つはね、あのショート動画をね、あの、YouTube にも、あと Instagram にもね載したんですけど、その Instagram のこのね動画を見て、この2本がね欲しいということでね、ダイレクトメッセージをもらいましてそしてまあね、連絡ってか先を交換して、で発送準備をしているところですねね、そんな動画を見てね欲しいと思ってくれたんだね、ありがとうございます。はい、まあね、こうやってやって、まあ新聞紙でちょっとね水気を補って、そしてね、このコンビニ袋に入れて、これね、鉢が乾かないように、まあとりあえずね保護っていう感じですねじゃあもう一本もね、新聞紙をこのね細く切って、このねキッチンペーパーでもいいんだけどね、まあね、まあ新聞紙があったんで新聞紙でやってみますよ。まあこの発送っていうのはね、やっぱ通販とかねそういうのやるっていうとね、この発送っていうのがね、この大事になってきますんで、やっぱりね、このせっかくね、あの縁あって売ってもね、あの先方先に届くまでにこの中でね、あの、まあ、枝が折れちゃったり、あの 乾きすぎて枯れちゃったりしてもね、まだあの両方ともね、あの悲しい思いしますんで、はい、そんなわけでね、これでアングルチェンジしてこの段ボール箱、これはあの酒屋さんでもらってきましたけど、これをね、この箱にね入れて、まあ発送っていう感じにねしたいなと思ってね、まあちょっとこう、まあ多分これで大きいもんで、一回ちょっとこうやって入れてみて、だいたいこのぐらいの高さだなっていうところにね、まあカッターで切って、まあ箱をね、まあ作っていきますよ。まあ箱をね、あの U パックとかね、あ、郵便局とか行けば、あのまあ50円とか100円とかで売っとるんだけど、まあそれもねやっぱりもったいないもんね、やっぱりこのできるだけこう安くやるっていうねスタイルですんでまあいろんなね、あのスーパーとか、あの買い物しに行ったところでこの段ボールをもらってきて、箱をね、でまあね、自分の思う感じでまあ梱包して、で発送するっていうね形になりますけど、まあ発送もこれね、あの大きさで料金が変わってくるもんだから、まああれなんですけども、まあ、大体60サイズくらいだとね、あのまあ一番理想的かなと思うんだけどね、自分的にね。だけど多分これはあれだね、60サイズに収まらんもんね、80ぐらいになるのかな、確か1000円ぐらいだったかな、1080円とか、なんか そのぐらいの総量だと思いましたけど、この
なんていうのかな、第4種郵便とかでね、まあ1キロ以内ならね、第4種郵便っていう手もありますけど、まあそれにはね、この中が見えるように窓をつけたりね、あと透明な入れ物に入れたりして、この植物だよっていうね、まあそういうのが分かるようにして送らんといかんっていう、そういう決まりがあるもんだからね。まあその代わり、まあ結構安く送れますけど、でもやっぱりあれだよね、1キロぐらいになると、まあ大体まあまあの値段になってくるもんで、まあでも普通郵便よりは安いもんでね、まあそういうのもね、利用してみるといいんじゃないでしょうか。はい、まあ、なるだけこのね、切った端材もね、使いたいもんで、ゴミになるもんでこれも買った人にもらってもらうっていうね、そういうスタイルで、はい、このね、木が動かんように、まあ、なんかこのね、自分でこう観光して、あとはもう知恵と解消だもんね、こういう感じでストッパーみたいなねいうのを作ってますね。この歯切れもちゃんと利用してここにつけてで、どんだけ貧乏症なんだっていう話なんだけどね。そしてこうね、ずれんようにこのテープでね、固定しますよね、あ、これだとね、ちょっとくっつきが悪かったもんで、まあここで横を固定してでやることにしました。でね、一回仮で置いてみて、これはあれだね、こなしの方だね、まあ、これもね、この底面をゆっとこうつけて、まあさらにね、欲を言えばさらにね、この底面と、あとこの両サイドと前後とかね、つけるともう動かんのだけどね、まあ、今回この新聞紙で、このクッション材代わりにこの詰めて、そんでやることにね今回はしました。まあこういうね、うち新聞取ってないもんで、確かこれはね、アジと行った時に師匠のところに新聞一本あったもんで、ちょっとくださいって言ってね、でちょっとね、まあ何部か知らんけど、10部長官を 10日分ぐらい10日分ぐらいもらってきたもんで、まあそういうのを使って、まあこのね、エコな感じで梱包するっていうね、まあそういったケチクソスタイルケチクソスタイルでね、真ん中の場合はやってますんで、その辺はね、ご了承くださいよ。綺麗なね、箱では入ってこんでね、だいたい中古のね、こうリサイクルの箱を利用して梱包して送りますんでね、その辺はご勘弁くださいね。はい、そんな感じで、まあちょっとメッセージカードにね、まあちょこっとサラサラっと書いて、まあお買い上げありがとうございますぐらいのね、そんな感じの、まあメッセージを、まあちょっこりね書きましてまあ気持ちだもんね、はい、それをまあね、箱の中に入れて、まああとは送るだけですけどね。結構なんか書いてるね、たくさんね、何を書いたのかはもう忘れましたけど、
はい、そんなわけでこのカードをスッと入れて、そしてこれでね蓋をしていきますよ。このテープでね、このテープいいよね、安くてね。何テープって言うんだったかな、これ梱包用のビニールのやつね、強いもんで、まあカッターとかにはすぐ切れるんだけど、なかなか手で引っ張ったぐらいじゃ切れんもんで、まあ安いもん、安いしね、意外と気に入って使ってますよ。はい、こんな感じで上は二重にしとこうかな。一回ここで仮止めして、そして側面を止めてね。まあこの辺がまあやっぱりね、作る箱の少し面倒くさいところだけど、まあでもしょうがないよね。はい、ここも切れ込みを入れてね、曲げたんでここも補強しておきますね。はい、前とね、よし、これで密閉完了とね。であとまあ一応ね、植物なんで、まあ空気穴をね、こう三角に2箇所開けておきます。まあ普通だよね。このイチコの箱が行きますんで、ね、買っていただいた方のところにね。あ、これは大分県で作っとんだね、イチコってね。麦焼酎だなのかなこれは、ね、丸中は米焼酎しか飲まんもんで、ね、基本的に味のないやつが好きだもんね。だで、まあ天地無用シールを、シールじゃないよ、天地無用のカードを貼って、そして住所をね書いて送りましたよ。はい、こんな感じでね、今回の動画は終わりますよ。またご次回会いましょう。バイビー。